はい、日本語教育世界の皆さん、こんにちは。このビデオは第8週のビデオの第、2番目の、ビデオになりますね。ここでは文系練習、パターンプラクティスの、例について話したいと思います。これ前のビデオでも言いましたけど、次の、課題はみんなの日本語の第5課から例文を一つ選ぶということですね。でここでは、最初の文系の練習 A のところだけをちょっとご紹介してみたいと思います。この優しい練習から難しい練習に進む。これがとても大切なことですね。はい。で、まず1番、2番、3番、4番というふうになっていますが、これをですね、もう少し詳しく説明してみたいと思います。1番は例文を見ながらリピートですね。そして2番は例文を見ないでマイクをミュートにしてシャドーイングをする。そして3番は、例文を見ないで代入練習、サブスティチューションドリルですね。これをコーラス、みんなでやるわけですね。4番は、例文を見ないでサブスティチューションドリルを一人一人、ワンバイワンでやるわけです。これちょっともうちょっと詳しく説明しますね。はい。まず、例文を見ながら反復練習。これは先生が例えば、Please repeat after me と言って、私はスーパーへ行きますと言います。そしたら学生がみんなで私はスーパーへ行きますと言いますね。そして2番目の会社のところですよね。先生が私は会社へ行きますと言います。そしたら学生も私は会社へ行きますと言います。同じように私は東京へ行きます。あなたはどこへ行きますか？これも先生が言ったら学生が繰り返します。これが反復練習とかリピートというものですね。2番目は例文を見ないで、ミュートにしてシャドーイングというものです。見ないわけですから、スライドにはこういうものは見せません。そして、put your microphone on mute and practice shadowing というふうに、まあ、こういうことを、言ってから、私はスーパーへ行きます。すみません。シャドーイングは、ですね、先生が言ったのを聞きながら、言い終わるまで待たないで、自分でそれを繰り返すっていうわけですね。なので、先生は私はスーパーへ行きますの後、もうすぐ次をこれを読み始めます。ここで待たないです。はい。私はスーパーへ行きます。私は会社へ行きます。私は東京へ行きます。あなたはどこへ行きますか？こんな感じで、ここでポーズを入れません。シャドーイングというのはそういう練習ですね。はい。次は3番目です。はい。例文を見ないで代入練習。つまりサブスティチューション。で、それをコーラスでやりますね。Let's do some substitution drills all together と言いますね。で、先生が私はスーパーへ行きます。そして会社と言います。そしたら、学習者は私は会社へ行きますと言います。で、先生が東京と言うと、学習者はみんなで、私は東京へ行きますですね。そして最後に先生がどこと言うと、学習者はみんなで、あなたはどこへ行きますかというふうに質問をするわけですね。はい。これが、サブスティチューションのコーラスです。で、次は、指名、一人一人ですから、まあ同じですけど、ただ言う人はね、みんな一人ではなくて、学習者が一人ずつ言うようになります。それがさっきとの違いですね。はい。こういうふうにすることで、難しいことから、少しずつですね、すみません、優しい練習から少しずつ難しい練習に進むということができるようになるわけですね。はい。で、最後ですけど、もう一つ、二つ目とても大事なことですけど、先生はできるだけ話さないでください。で、必ず、先生よりも学習者の方が多く話すようにしてほしいと思います。これ練習ですから、先生が練習してもしょうがないですね。練習するのは先生ではなくて学習者です。そしてそれから、先生の役割は知識を伝えることではありません。練習をたくさんしてもらうということですね。はい。はい。では、このビデオはここまでになります。フィルムレンゲー。